クロード・ドラ・コロンビエールは、カトリック教会の司祭、聖人、フランスのイエズス会士、ローヌ県ンサン,サンフォリアンドゾンに生まれたクロードは1658年10月25日、イエズス会に入会、アビニョンやパリで進学を学び、1669年に除会された。1675年、フランス中部のパレル・モニアルの西部訪問会の調剤司祭として派遣され、そこで、 マルグリット・マリー・アラコクに出会う。その時、彼女はイエスの精神の啓示を受け、同僚から迫害されていた。彼は、アラコクの啓示の意味を知り、また、彼自身も神によって使わされた人物であると知り、霊的指導に当たった。しかし、その期間は長くは続かず、頂上の命令で、イングランドに送られ、ヨーク公爵夫人、メアリー・オブ・モデナツケの司祭となり、やがて、 イングランド政府により投獄される。彼はそれに大国外追放され、フランスに帰国し、命は助かった。だが、過酷な生活を強いられていたために、体調は衰え、1682年2月15日、思い出深いパレルモニアルで起点した。1929年、ローマ教皇ピウス11世によって列腹され、1992年、 ヨハネ・パウロ二世によって劣勢された。ありがとうございます。